どうも皆さん、ドグチューブをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、ドグマカザミです今回ですね、皆さんに発表がありまして、この場をお借りすることに決めましたもう4月1日といえばですね、恒例になっているこうね、ことがありましてまあいつもは本当にひょうきんな感じで発表して、嘘だよみたいなこと言ってましたけどもまあそれに合わせてというか 真面目な発表を今回はしようと思ってこの場を借りることにいたしました私ドぐマあかたはですね本日4月1日先ほどですけども入籍をさしてもらいましたありがとうございます37歳予約ちょっと一般の 方とです、ねえー、入籍をすることになりましていよいよちょっと身が引き締まる思いといいますかもっと社会人としても、えー、家庭を持つわけですからしっかりしなければならないなということで、えー、理を正してやっていかなければならないなという気持ちでございますほんとにあの隠していて、えーね、お付き合いしてるか彼女がいることをずっと非公開のままやっておりましてちょっとがっかりさせてしまった方、まあ、もしかしたらいるかもしれませんけども本当に申し訳ございませんただこれからでですね私今まで通り ドグかザミいいところも悪いところもありますけども変わらず、えー、活動していこうと思いますしこれからも皆さんの応援の力が必要でございますのでぜひとも今後も「ドグマかザミの応援をしていただければ、えー、幸いかと思いますちょっとあの一般というかこういう動画に出れる方ではないので、えー、ちょっと名前とかね、えー、こちらの方ですということで紹介はできないですけれどもえー、また 私もより一層、えー、高みを目指して頑張れればだと思いますのでまた、えー、まあ嫁はんになりますけど嫁はんとの動画なんかももしかしたらあるかもしれませんなので今回も、えー、本当に、えー、これ発表してねいろんな反応があると思いますけどもまた変わらずにドグマかさみを、えー、よろしく、えー、お願いをしたいと思います。 あのやっぱ父と母にね、やっぱすごく感謝をしてますし、やっぱりね、こういうことがないとね、感謝も言えなかったので、皆様にも、えー、ごめんなさい、ちょっとすみません、こういう動画で。 あの本当に、しっかり前取りやっていきますので、皆さん、これからもどう,もうっそぴろ ほんまに、嫁募集してます。さよなら。<laughs>